はい、良い子のみんな、お相撲は親王朝のお兄さん、ヘビリンだよ。チェキというわけでございまして、こんにちは、斉藤でございます。今日もですね、大相撲、今日の親王朝、この豚野郎ってそういうことを言ってはいけません。いいですね。この糖尿病野郎ってそういうことを言っちゃいけませんよ。目というわけでございましてですね、今日もですね、ちょっとお話をしていきたいと思います。どうぞよろしく。明日のですね、4日目ですね。大相撲九州場所4日目のですね、割が出ました。まずここのご説明をしていきたいと思います。そしてですね、大相撲よもやま話、今日のね3日目のいろいろあったことのねお反省も含めてですねお話をしていきたいと思いますので、よろしくどうぞ。それではですね、もう早速でございますよ。明日のですね割が、幕内の割が出ましたので、お話をしていきましょうね。はい。足ばかりぶつけてやろう、ぶつけてる野郎に、かかあ殿下野郎。元日大職員野郎に、親父八百長野郎。ブラジル野郎に、各界ヘズマちゃん。全身しかない野郎に、実家全焼野郎。新潟三代目に、お寺の息子。佐渡ヶ岳三世に、相撲ごろつき息子野郎。前頭部ハゲ野郎に、淡路チンピラ。ブルガリ二世にカルピス現役野郎。おきくちゃんの付け人に岩崎兄。ウラバウアーに岩崎弟。はい、後半戦に入ります。モンゴルケタグリ野郎にモンゴル女子力野郎。ハイブリッド君に女に相撲賭博教えちゃった野郎。モンゴル八百長おいっこちゃんにお茶漬け野郎。沖ノ島の田舎者野郎に世耕理事長のラバー。地匠野郎にメイドインモンゴル霧ヶ峰。ミスター JA 長野にモンゴル食いすぎ野郎。小林さんちのおげいちゃんにブサイク野郎。後付けジェネリック大関野郎に性欲野郎。大英栄店に夜のお稽古ヤクルト野郎。スプリングマンにサキちゃんの合計20番でございます。そしてですね、そのうちのちょっとピックアップを見ておきましょうね。はい、いきますよ。佐渡ヶ岳三世に相撲ゴロつき息子野郎。これはですね、まず、栄高校の山田監督と城北高校の石浦校長の談合がございます。さあ、どちらが勝つでしょうね。というわけでございましてですね、ちょっと様子を見てみますと、明日はですね、なんと、あれですね、石浦校長の方が先輩ということでですね、やっぱり先輩の息子は勝たせなきゃいけないなということで、山田監督一生懸命頑張っております。お金をもらって、石浦君勝っちゃったというわけでございますね。そしてここですね、ここ大きいですよ。モンゴルケタグリ野郎にですね、女子力野郎がやるとですね、これやっぱりモンゴル五女会というのが出てきますね。白鵬ちゃんのコントロールでございます。よろしいですか。これはですね、絶好調ね、初日から3連勝のケタグリ野郎くんもですね、ちょっとここで一つ負けとこうかなと思ってですね、玉鷲くんね、この女子力野郎にですね、ちょっと星を一つ与えちゃうのかなというところでございますし、その次ですね、あのおいっこちゃんとお茶漬けちゃんがやるとですね、誰がお金出してるの、ファン太郎がお金出してるんですね。ですのでどうなるかというと、ね、明日はあのおいっこちゃんが勝つということでございます。勝たないとですね、12日目にファン太郎が見に来るということでございます。おじさま、おじさま、おじさま早く送金して、そうじゃないと大変なことになるざますわよというふうにお相撲を取ってるわけでございます。さあ、その次ですね、結びの一番、スプリングマンとサキちゃん、これも150万でですね、もう石浦校長ね、池口恵観先生ね、いろんな方がついておりますわよということでございますわね。というふうになっておりますので、明日ですね、お相撲を見る方いらっしゃるんですか。僕見ませんけど、そういうことでですね、なっております。でですね、あの大相撲のですね、よもやま話に入ると、ちょっと今日のですね、あのお相撲をですね、ちょっと振り返ってみましょうね。まずですね、あのここなんでございますわよ。佐渡ヶ岳三代目と、岩崎のお兄さんがやりました。はい、2日目までですね、
佐渡ヶ岳三世は1勝1敗、そして、岩崎兄は0勝2敗だったわけですけどもね、これはですね、なんとあの岩崎のお兄さんが勝ってしまったということで、よかったんじゃないですかってなるわけですけども、これはですね、もう完全な親お蝶でございました。というのはですね、これどういうことかと言いますとですね、埼玉栄高校の山田監督がですね、やっぱり動くわけですよ。どっちも教え子ですからね、先輩を立てておきなさい、先輩ですよ先輩ということでですね、そういうふうになったわけでございますね。そしてですね、今日はですね、立浪サンバガラス、ね、アクア君がこけて、おいっこちゃんがこけて、明星君が勝つというですね、明星君の一つの星はダブルでお返ししていたということも見えてまいりました。はい、それとですね、重量の方で一つありましたね、炎鵬君と東龍君がやりましたけども、まあ、炎鵬君が随分頑張ってやってるみたいですよ。今日勝ったみたいですね。なんか随分いい加減な相撲を取っていたという話を聞いておりますけども、まあ、テレビに映らなきゃ何やってもいいのかってなるわけでございますけどもね、見てる人は見てるんですね。いや、私聞きました、あれ完全なる親王朝だよなんて聞きましたから、まあ、そういうわけでございました。ちなみに今日はですね、斉藤は20番中13番の的中でございまして、まあなんと 65% 申し訳ございません、もう 65% しか当たらない。まあなんとかですね、明日以降ですね、やっぱり 75% いや8割ぐらいは当てないとやっぱりかっこつかなくなるわけでございます、ざますわよということでございましてですね、やっていきたいと思います。それとですね、ちょっとね、面白いデータがございます。この3日目までですね、3日目に1勝1敗と0勝2敗の力士がやった場合ですね、必ず0勝2敗の力士が勝つというデータが出ております。今日はですね、0勝2敗と1勝1敗の力士をやった取り組みがですね、6番ありました。6番あったうち、なんとですね、その0勝の力士が初日を迎えた割合がですね、5番ありました。6分の5ということになります、ね、そういうわけでございましてですね、いかに、こういう部分の親王朝が、まあ、もしね、ちょっとこの6番あるうちの5番というのが、何でしょう、そういうのを具体的に聞いてみたいよというのであればですね、またちょっと別の動画の方でですね、お話をしたいと思いますので、レギュラーコメンテーターの皆様ですね、ぜひそれはちょっと教えろというのであれば、ちょっとまた別枠で撮りたいと思いますので、またおコメント頂戴できたらと思いますので、よろしくどうぞお願いをいたします。はい、あともう一つはですね、今日はですね、ちょっとまた別枠の動画の配信でさせていただきましたけども、ちょっと某誰々さんのですね、具体的なですね、面白い、お話、インタビューをですね、独占インタビューをですね、動画の配信でさせていただきました。いかがでございましたでしょうか。聞いていただきましたか。あまりにも怖くて、おコメントなんかこんなのできないわって、おコメントできる人じゃないわっていうの、もう大半の方でございますので、まあ、ちらっとですね、教えていただけたらと思います。まだまだですね、例の方にですね、お話を伺うことができればですね、いくらでもお話を伺うことができるというわけでございます。ザーマスはよってことになっております。はい、それではですね、もう時間がありませんのでですね、今日もですね、まあこういうわけでございますので、まあ 65% まず一つですね、明日の割が出てきましたよということでございます。まあ相変わらずですね、明日ですね、ここですね、このスプリングマンとこのサキちゃん、これ間違いなく150万円でですね、このスプリングマンが勝っちゃうということでございます。あとですね、このピックアップしましたね。で、特にピックアップした中で、注目しておくべきは、この、ケタグリ野郎くんとですね、この女子力野郎がですね、モンゴル50回のお相撲をやるということで、親王朝というわけでございます。そしてスプリングマンとサキちゃんがやると、やっぱり親王朝というわけでございます。それでですね、佐渡ヶ岳息子とですね、相撲ゴロ付き息子がやるとですね、親王朝というわけになっているわけでございますので、ぜひですね、まあ、当たるか当たらないか、これが当たったら斉藤大したもんですねということになるわけでございます。さて、それではですね、今日のよもやま、お相撲よもやま話はこれぐらいにしときますか。それとですね、やっぱりどうなんでしょうかね、今最近昨今、相撲部屋の方に共産党員が随分出入りしているというのを昨日お話しさせていただきました。若干、情報が入ってまいりました。やはりですね、このコロナ禍の中で、相撲協会ちゃんがですね、随分、金銭的経済的に困ってきている。
ですので、もうお金さえくれればですね、もう誰でも構わない、もう本当に何でも構わないというふうになっているんだそうでございます。そこでですね、共産党の皆様がですね、ちょっと相撲協会の方に入り込んでですね、なんとかしようかなと、余計お相撲協会がですね、左傾化していく現実があるという部分をちょっと見つめておいてください。もっとね、詳しいことをお客様ご存知でしたら、ちょっと教えていただけたらと思います。でも本当ね、これ本当なんですよ。もう信じる信じないとかね、そういう話が出てくると思うんです。嘘ばっかりついてんじゃないって。ですけどね、これ本当なんでございますのでね、どうかちょっと見かけたわよという方がいらっしゃったら、どうぞちょっとお声掛けをですね、いただけたらと思います。はい、それではですね、ちょっとお客様の方にですね、ちょっとご挨拶をさせていただきますね。はい、姉ちゃん見てるか。はい、姉ちゃん、さっきはどうもありがとうね。ちょっとね、姉ちゃん、例の件ね、分かったら教えてくださいね。僕の方もちょっと考えなきゃいけませんからね。はい、それではですね、次ですね。はい、瀬戸内さん、おコメントありがとうございます。本当ね、ネーミングライツいただいてどうもありがとうございます。もうね、全部持ってってくださいということでございましてですね、どうぞどうぞって言われてですね、僕ちょっとネット風呂入んなきゃいけないのって、その後ってあちあちとかって言いながら、でも大体温度がですね、40度ぐらいだとちょうどいい暑さですから、ゆっくり入れれば。ただ暑い暑いって、ちょっと僕そのお芝居しなきゃいけない、やっぱり僕も親をちょっとやらなきゃいけないわけですね。いやー、困ったもんです。本当におコメントありがとうございます。もっともっとですね、こう相変わらずですね、瀬戸内さんありがとうございますわね。場所が始まるともうガンガンエッジを聞かせてきてまいりますわね。本当に恐ろしい場合でございますわよね。大英栄店ね、すごいお話でございますわね、ということでございますね。あと毎月20日はですね、お客様感謝デーということで、ちょうどお相撲になるとですね、あれですか、7日目ですか、7日目でございますわね。7日目は、はい、お客様感謝デーということでですね、お星がもうバッサバッサと舞い散るございますわよ、というふうになるんでございますわね。それとですね、その次ですね、はい、川原さん、おコメントありがとうございます。もう本当にですね、本当なんざますわよ。その共産党の方が出入りしてらっしゃるっていうのは、本当なの。そういうわけでございますわね。松竹さん、おコメントどうもありがとうございます。いかがでございましたか。例の記事の方ですね、私の方の記事の方、例のダンプカーちゃんが潰した人形屋さんのお話でございます。ご覧いただいてですね、本当か嘘か、と思ったらですね、いろいろお調べになっていただければ正解は出てくると思います。はい、それですね、永田さん、おコメントありがとうございます。いよいよ始まりました、お待ち申し上げておりましたわよ、ね、奥様というわけでございましてですね、もうあれですよ、エッジを磨いてエッジを聞かせてですね、どうぞおコメントお待ち申し上げております。また後で改めてご返信させていただきますので、少々お待ちくださいませというふうになっておりますですね。はい、松山親方様、利明様、お元気ですか。はい、おコメントありがとうございます。何でございますの、例のおたつなみ部屋なんですの、外壁工事やってるんざますの、中もリフォームしてるって、あっちの方で、ずいぶんいい根性してらっしゃいますざますわよね。本当にお金誰が出してるんざますの、お金出してるのファン太郎、ファン太郎 のモンゴルの朝グループってところからお金が出てるんざますの。その代わり将来の立浪のですね、名跡はですね、おいっ子ちゃんが帰化をしてね、日本人なんちゃって日本人になって親方になると、立浪というですね、名門名跡もですね、なんとおモンゴルの方に取られちゃう、高砂も取られね、みんな取られちゃうというわけでございまして、お相撲協会がだん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 左傾化していくというこの現実をですね、こんな団体ですね、公益を与えていいのっていうお話になっていくんざいますから、どん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 適当なことやってですね、この人たちが自滅するのを待ってればよろしいございますわね、本当に。そしてその次ですね、昭和男児さん、おコメントありがとうございます。本当ね、昭和男児さんは本当にいろいろな文献もお読みになってらっしゃる、そして非常に推理力も非常に高いというわけでございましてですね、本当に何でございますか、
難しいですね。ここのお相撲協会っていうのは本当お金さえもらえば誰でもいいっていうですね、何でも取り入れちゃうっていうですね、もう節操がない無節操なそういう団体でございますからね、この人たち一体何考えてるんでしょうね、本当にね。恥ずかしいとかって知らないんですよ。でもね、恥ずかしいってこと知ってるわけないんです。だって裸になってですよ、人前で伝部を出してですよ、ね、堂々とやってて、いや普通の人恥ずかしいですよ、そんなことしてたら。それを恥ずかしくなくですよ、なんとそれを職業にしてですね、生業にしてるわけですから、まあ大体恥ずかしいなんてことは大体わからないで生きてる人たちなんですね。まあ思えばある意味ですね、かわいそうな人たちなんでございますわよ、ね、他の世界じゃ生きていけないんざますから。というわけでございましてですね、他のお客様もですね、たくさん、おコメントありがとうございます。ちょっと時間の関係上ですね、ちょっとまた今日も割愛をさせていただきますことをどうぞお許しくださいませ。それではですね、エンディングになりますね。花田勝氏がやっぱりこの何でございます、この3日目が終わりましたけども、何ですか、この3日目までですね全勝で来ているのは何人いるの、 1,2,3,4,5,6,7,8 人いるということで、まだまだ始まったばっかりですからどうしようもありませんけども、まあ、やっぱりお優勝はスプリングマンなんじゃない、ザーマスの、それともあれざますか、夜のお稽古ヤクルト野郎になるざますかしらね。でも僕は多分ちょっと聞いてる話では多分スプリングマンがなるんじゃないのというふうに聞いております。やっぱりモンゴルの方にですね、やっぱり送金しないといろいろあっちの国まずいみたいざますわよ。本当に向こうお金なんか随分資金ショートしてるみたいざますわよ。なんか困ってるザーマスはよっていうことで、やっぱり送金ザーマスはね、送金送金それ送金ってなってるわけで、マネマネマネってなってるわけで、マネガバガバブルジョア国家とかってこういうふうに目指してるわけ、ザーマスはね。ああやだやだ、本当に浅ましいザーマスはね。というわけでございましてですね、今日の講義はこれにて終了。各自解散ね、予習復習をして戻ってきたい方は戻ってきてください。戻ってきたくない方は本当に戻ってこなくて結構です。いいですか。あと一つ忘れてました。のりてつさん、おコメントありがとうございます。寒いですからね、暖かくしてお過ごしくださいませね、お願いしますよ。エッジの効いたおコメントお待ち申し上げております。というわけでございましてですね、これで終わらさせていただきます。また私が殺されなければお会いいたしましょう。はい、それでは皆さん、さようなら。